とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、デイリークエスト3、行きます。しかも今日は、カバンビルドなしです。なしで行きたいと思います。で、結構短い場所なのよ。ここ、湿っぽい洞窟。だね。ここだからまあ、行けるんじゃないっすか？行きましょう。では行きましょう。装備はこれだね。星なき夜にピンクスコーンドレル。で、ドラアミュレット、卵天狗だけで行きます。変更点がヴァンガードとエコーね。で、こっちがマルチショット。うん。まあ、激怒付きのピンクスコーンドレルだから、だいぶ戦いやすくはなるんじゃないっすか。防護付き。あ、でも全然ダメージ与えれるという。大丈夫。なんて言ってるかちょっとわかんないけど。はい。で、一つね、報告があります。日曜日に、コロナのね、2回目の注射を受けたのよ。で、受けて、その日の夜から、すっごい熱が出だして、むちゃくちゃ熱出た。40度ぐらい熱出て、体調がすごく悪くなって、あのね、コメント返しがね、ちょっと2日間ぐらいできませんでした。もう昨日も1日寝込んでたんで、できなかったんですね。なのでまあまあ今からちょっとコメントを確認しますけども、遅くなってすみません。うん、あんなにねきついとは思いもしなかったね。あんなきついとは本当に思わなかった。で、俺これあれだな、回復がついてないね。回復が1個もついてないぞこれ。やべ、あーだよね。そうかそうかそうか。雲を装備していかないとダメか。よし、行きましょう。でもね、予防接種はね絶対受けた方がいいよね。あのきつさが本当にコロナにかかった時は1週間2週間ぐらい続くってことでしょ。それは地獄だわ。うん、まあ、確かにね副反応で熱は出ちゃったんだけども、でも、予防接種受けてよかったかなと思います。まあ、東京の方とかね、都心部はなんか予約が取れないとかなんかそういうね、話を聞くんだけども、田舎の方は全然そんなことなくって、予約は余裕で取れてます。うわ、これ無理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 、これ無理これは無理。これはマジで無理。本当に。これどうやって勝てっていうのこれ。あっぶね。おい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 、もうとてもじゃないよ、とてもじゃないですよこんな。よし、まあまあとりあえずここは抜けましたね。いきましょう。で、ショートカットは使っていく感じね。いきまーす。いやー、ノンストップでやるの久しぶりですね。まあ、でもここぐらいしか多分ノンストップでいけないよね。他はちょっとどうしても長すぎてできないもんね。はいし。あ、間違えた。こうか。はいはい。このね、順序をね、最初覚えたな。1年前ぐらい。1年以上前か。そうだよね。もう発売されて1年以上経つから。そうですよ。はい。なるほど。普通に戦わなきゃいけないか。厳しいな。いきます。どっか、なんかいい場所が1個あった気がするな。でもどうだろう。ヴァンガードだからな。確かね、この辺が、意外と良かった気がするんだよね。なんか地味なんか地味。 OK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 。 いいよいいよ。もう無理か。もう無理だな。ちょっと待て。よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと激怒させて。なんとかやっていこう。オッケーオッケーオッケー、いいよ。
激怒して、オッケー、うわきつい、回復がないの相当きつい、よしオッケー、危ねえ、いった、いやまだだな、あここで終わりだ、あぶねえ、終わったんじゃない、おっしゃ、なかなか厳しい。でもこのねめちゃくちゃ難しいクエストですらまあいけるようになったっていうことで、うん、やっぱこの防具のね HP の高さっていうのは重要だよ、むちゃくちゃ重要。よし、ではクリアだね。まあ報酬はあまり期待しないでおきましょう、撃破報酬がないんでね。はい、でちなみに今もまだね、微熱あります、調子がね全然戻ってないな、多分明日の朝には治ってると思うんだけど、そうね、あの1年前かかった熱中症ぐらいの感じです。ビーハイブアーマー久しぶりだな、なんか珍しいのが出たね。実用性はなし、いや、そ、あ、いや、あんまり良くない。よろしくないです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、今から、休みます。どうも、まだ本調子がないので、休んで、明日からまた頑張っていきます。よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。